え皆様、こんにちは。えー、福岡教育大学久留米小学校の岡山庄司と申します。えー、本校では、特別指定をいただきまして、えー、情報編集力というキーワードで ICT を取り入れた実践を積み重ねております。その一端をこの場でご報告をさせていただきたいと思っております。えー、まず、本校の ICT の環境についてですが、初めはデスクトップが40台のみで,す、えー、のみでした。 指定をきっかけにスクリーンのようにタブレットやデジカメ実物投影機が機器として揃ってきましたこのような機器が揃うことによってこれまで黒板やノートを中心とした学習活動を ICT と組み合わせながら効果的に事業を行うようにしてまいりましたつまりこのように ICT 機器を活用しながら 価値ある学びを生み出すことができるような事業へと高めていっているところです。そこで、情報編集力というキーワードをもとに研究を進めていくことにしました。情報編集力とは2つの力で考えています。1つは情報を選択するという力。もう1つは、選択した情報の中から組み合わせる力。 この2つによって、先ほど申しました価値ある学びを生み出していこうというふうに考えたのです。そのために、情報化といった各教科の、えー、情報化を要として、各教科等の学習の在り方を明らかにしてまいりたいと考えました。ここで述べております、情報化というのは、文部科学省の指定による教新教科のことです。 ICT の活用に関する研究は、スクリーンの右手の部分になります。左手の新教化、情報化との組み合わせをしっかりと図りながら進めているところでございます。ICT を効果的に活用することで、本校では言語活動や学び合い活動を高め、そして先ほど申しましたように、各評価等の内容をしっかりと捉えさせる えー、価値ある学びへと高めていきたいというふうに考えましたこのような以上のような考えのもと1年目の取り組みによって、えー、次のようなことが明らかになりました先ほど指標がございましたように、えー、指標が格段に上がっていると思います香港、えー、が香港、えー、の実態としてなかなか ICT 機器が揃ってなかったということもありまして活用をはっきりさせていったことだ、えー、であろうというふうに考えています特に3つの活用類型が見つかってきております 一つは、提示をすることで言語活動を活性,化活性できるような拡大機能を用いた事業。二つには、作品や動きを比較検討することを活性化させるような保存機能を使った事業。三つは、学び合いを活性化するような相互性の機能を活用した事業です。これまでに述べてきましたように、 活動の狙いに応じた ICT の活用があり、ICT の機能に応じて位置づけることで、各教科等の狙いを達成することに有効であるということが分かってきました。そこで2年目の本年度は、各教科等に応じた ICT の活用をより推進していくために、次の2つの点を課題として挙げました。1点目は、ICT を位置づけた活動構成を明らかにしてまいりたいということです。 そのために改善策としては、作る、選ぶ、見直す活動といった基本的なが、えー、活動を、各教科等の特質に応じて位置づけていくことで、ICT 機機がこの中のどこに位置づくのかを明らかにしていくことです。2点目は、スクリームにもありますように、各教科等に応じた ICT の位置づけ方を明らかにしていくことで、より効果を上げていきたいと考えています。 そのために、本校では次のような計画で考えています。1つ目は、具体的な事業において活動構成の有効性を明らかにしていくこと。もう1つは、研究発表会を平成27年2月9日10日で行ってまいりたいと考えています。最後にですが、この図をご覧ください。詳しくはご覧いただくことは難しいのですが。 本校では左側と右側のバランスがとても難しくて、1年間取り組んでまいりました、ここにいらっしゃる新地先生にご指導いただきながら、この整理をつけていって、効果的な授業を今後も目指してまいりたいと思います。ごごありがとうございました